今日のヒーローはもちろんこの人です。中山瑠選手です。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちをまず聞かせてください。素直に勝ち点が取れて優勝に望みをつなげたので嬉しいです。その勝ち点が自らのホームラン決まりました。思いはいかがですか。そうですね、昨日同様チャンスの場面で回していただいたので、昨日同様つなぐ意識で打席に立ったので結果につながってよかったです。当然昨日がリーグ初ヒットで、これがリーグ初ホームランということになりますよね。はい。そして今日5月27日は中山選手誕生日となってますか。はい、そうです。自分の誕生日に自らのバースデーアーチで優勝に望みをつないだ、改めていかがですか。はい、なかなかチームに貢献することができなかったので、こういう特別な日にチームに貢献することができてとても嬉しく思います。これまでこうなかなか出場機会もない中で、どういった思いでこう準備をしていたんでしょうか。そうですね、まあ、出てないときはチームのためにこういう気持ちで、いざ出るってなったときは常に準備してきたので、自信を持って打席に立とうと思いました。そういった中で昨日今日とこうやって諦めずにやってきたからこそ結果を残した、このあたりご自身への評価いかがですか。そうですね、なかなか出れない中でもその出る準備をしてきたので、そこは自分自身嬉しく思います。この3回戦にもつれ込んで1勝1敗の中で、まあ、チームとしては改めてどんな思いでこの試合臨んだんでしょうか。そうですね、昨日は負けてしまったんですけど、勝ち点取られたわけではないので、また昨日は切り替えて今日法政大学さんに勝つという気持ちで臨みました。また中山選手はこうブルペンでキャッチャーとして、まあ、次に出てくる投手陣を支えていると思いますが、今日投手陣よく踏ん張ったと思います。こういった投手陣どうでしたか。そうですね、リーグ戦通して厳しい展開が続いてたんですが、やっぱ日頃やってる練習だったりをピッチャー陣がそのマウンドで出してくれたので、すごく頼もしく思います。改めましてこの春季リーグ、まあ、明治大学としての、まあ、まだ優勝決定戦もあるかもしれませんが終わってませんけれども、ここまでの総括と、はい、その早慶戦どんな思いで見守りたいかを最後教えてください。そうですね、なかなか厳しい戦いが続いたんですけど、やっぱ最後こうやってしっかり勝ち切れたので、あとはそうですね、あとはいい結果が出るように見守りたいと思います。はい、本当にバースデーホームランおめでとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローは中山瑠選手でした。